スリープフリークス講師の山本です今回は iLock にソフトウェアのライセンスを登録する方法を紹介します今回の動画では新しく用意した iLock2 を使用して説明していきますまず iLock と iLock アカウントの紐付けを行いその後にライセンスの登録を行うという流れで紹介させていただきますコンピューター上で iLock のライセンスを管理する iLock ライセンスマネージャーというアプリケーションがありますまずはこのアプリケーションをコンピューターにインストールしますアプリケーションのダウンロードは iLock.com のホームページから行うことができますダウンロードが完了しました実際にインストールをしてみましょうはい、動画では Mac でご説明させていただいていますが Windows でも同様にインストールを行ってください それではインストールが終了しましたので実際にこのアプリケーションを立ち上げてみます。アプリケーションのアイコンはこちらのアイコンです。ダブルクリックで開きます。はい。iLock ライセンスマネージャーが起動しました。サインインからご自身の iLock アカウントにサインインしましょう。はい。このようにサインインすると自分のアカウントに登録されている全てのライセンスが表示されてきます。 しかし、現在は左側の iLock のアイコンはグレーアウトしていまして、これは現在コンピューターに接続されている iLock がないため、このままでは音源やプラグインなどのソフトウェアは起動できないということなんですね。それでは実際に今回用意した iLock2 をコンピューターに接続してみます。はい。このように iLock が認識されます。 まだアカウントと紐付けされていない iLock を接続した場合こちらのウィンドウのようにあなたのアカウントに登録しますかと聞かれます Yes を押して iLock をアカウントに登録しますただいま iLock アカウントとの紐付けが終わった状態ですのでこちらの iLock にはまだどのソフトのライセンスも入っていません iLock へのライセンスの追加は アカウントに表示されている製品の名前をドロップすることで追加可能です。またアカウントへの新しく購入した製品のライセンスを追加する場合にはこちらのドット2つとアルファベットの i と書かれたボタンをクリックし製品の iLock 用のアクティベーションコードを入力します。 はい、このようにすると新しい製品が追加されますのでこれを使用したい iLock にドロップしていくとライセンスを追加することが可能となっています今回は iLock ライセンスマネージャーを使用した製品のライセンスの登録を紹介してきました今回もご視聴いただきありがとうございました「スリープフリークス」ではより多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております こんな動画があると嬉しい、こんな企画を開催してほしいこの商品を紹介してほしいなど皆様の貴重なご意見をお聞かせください弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますのでこちらのリンクからアクセスをお願いいたしますなおプライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますのでご安心ください今後ともよろしくお願いいたします